皆さんこんにちは、野菜ソムリエのパルです。今日はサーモンアボカド丼を作っていきたいと思います。まず最初にサーモンを切っていきます。サーモンは何を使っていただいてもよろしいんですけども、サーモンは生で食べられる刺身用のサーモン、もしくはスモークサーモンを使ってもらうと良いかなと思います。ただもう今日ちょっと味付けもしていくので、生で食べられる刺身用のサーモンを使っていただくのがおすすめです。で今日は 100g 使っていきます。で切り方はお好みでよろしいんですけど、サイコロに切っていっていただいてもいいですし、スライスする感じで切って使っていただいてもよろしいです。スライスな感じでいきましょうか。できましたらお皿の方に移動しておきます。次にサーモンとアボカドをつけておくつけだれを用意します。でまず入れるのが醤油、好みなんですけど今日は大さじ1入れていきます。次にみりん1/2、これだけでも十分美味しくできるんですけど、ちょっとピリッとさせた方が味にメリハリができるのでコチュジャンを少し入れます。気持ち程度 で混ぜておきます。サーモンを入れます。つけておきます。次にアボカドを切っていきます。でアボカドはちょっと1人に1個は多いので半分使っていきます。アボカドはこうヘタからぐるっと一周包丁を入れまして、ひねっていただくと綺麗に切れます。で半分までいくと種に当たるので、そのままぐるりと一周回っていただくと良いかなと思います。でひねると綺麗に取れますね。種の部分は包丁の角を入れていただいて、くるっとひねっていただくと綺麗に取れます。でとりあえず皮を剥くときにさらに半分に切っていただいた方が剥きやすいですので、半分に切りまして、でくるっとあげてください。これ熟度がねもうバッチリいい感じですと、こうつるっと綺麗に剥けます。でちょっと熟度が硬かったりだとか完熟しすぎてしまうと、とても切りにくくなってしまいますので、まあ、アボカド結構見極めが大変かなというところです。はい、1/4切りましたら細めに切って、ちょっとおしゃれな感じにいきましょうか。縦にちょっと細めな感じで切っていきます。では早速ここからは盛り付けをしていきたいと思います。漬けておいたサーモンですね、サーモン乗せていきます。で先ほどのアボカドも、はい、このように一度アボカドもちょっとくぐらせておきます。中に卵黄を入れていきます。これ卵黄を持ってまいりました。ここの間に乗せます。最後に煎りごまをかけたら完成です。出来上がりました。こんな感じで仕上がりました。はい、今日はサーモンとアボカドを使ったアボカド丼をご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。